鬼が、谷彩次から1931年2月2日は、伊予国馬群出身の元大相撲力士。本名は、鈴木彩次。1855年4月19日に、伊予国馬群で生まれた。当初は、時津風部屋に入門し、本場所に登場するまでの巡業では、愛媛方と名乗った。 1886年に、梅型に藤太郎から加入されて東京相撲に加入することが決まると、東京相撲では雷部屋に所属し、同年、1月場所に2段目格付けでで東京相撲の初土俵を踏んだ。1887年1月場所で新入幕を果たすと、際立った、好成績を残すことはなかったが地道な努力を重ね、1891年、 5月場所で小結び昇進、この場所を5勝3敗1分で勝ち越して、翌場所も小結びを務めた。その後は平幕を長く務め、1904年1月場所では6勝249の高成績を上げ、優勝同点に相当する成績を残した。1907年1月場所を最後に現役を引退したが、この時すでに51歳となっており、 新入幕から20年もの長きにわたって幕内の座を守り続けたことからその功労と驚異的な持久力を称えて教会から特別表彰を受け銀杯を授与された引退直後の同年5月場所千秋楽には相撲記者団体フズノ会からの表彰も受けた引退後は年寄り多ゴの裏を襲名し初代二大両方の梅形にの良き相談役を 勤めるなど、様々な面で雷部屋を支えた。1931年2月2日に死去、75歳没。鋭い出足を生かした突っ張りが得意で、時に引き落とし蹴たぐりも見せたほか、たとえ組んだとしても投げ、ひねりが強かった。梅形に藤太郎が雷部屋に入門して、以降、英才教育を受けさせたのは、鬼形にだった。 徹底的に相撲の基本を指導し、幕下昇進後は早くも、師匠と共に、横綱土俵入りの指導まで行い、1903年、5月場所後に横綱昇進が決定すると、鬼が、谷は土俵入りで梅雨払いを務めた。鬼が、谷という仕込めゆえ、彼の世話になったものは節分などでは、鬼は、外とは言えなかったそうである。この場所で、 優勝相当成績を挙げたのは、日立山谷上門、梅うに藤じたの両横綱よこなで、いずれもいっぱいしている。鬼が谷西、谷にさありがとうございます。